スカイアクティブテクノロジーは、マツダが開発、製造する自動車技術の総称である。スカイでの商標登録は難しいため、アクティブをつけて、スカイアクティブとなった。由来には二つあり、一つは、マツダ広報本部の植月慎一郎氏が考案した、スカイイコール持続可能な動的収穫の意味から。そしてもう一つは、ザスカイ、エスザリミットという慣用句から。 これら二つが重なって誕生した。スカイアクティブエンジンが開発されていた当初、社内ではのびのびエンジンと呼ばれており、何事にもとらわれることなく、のびのびと自由な発想で開発することが大切にされていた。対外的にのびのびはまずいだろうと名称が検討されたところからスカイアクティブが生み出された。2010年10月20日にマツダの新世代技術として発表された。 といった技術が含まれる。こうした一連の技術により2015年までに松田社の平均燃費をグローバルで2008年比で30%向上させるとしている。従来の自動車開発ではエンジン、トランスミッション、プラットフォームといった主要なコンポーネントの設計時期が異なるため、個々の理想的な構造、設計を純粋に追求することは難しかったが、 スカイアクティブテクノロジーは自動車を構成する要素技術を包括的かつ同時に刷新することで車両全体の最適化を図ったという点に特徴がある。スカイアクティブテクノロジーを採用した商品は製作誤差による性能の個体差を極小化することでカタログ通りのスペックを全数保証するポリシーが貫かれており、こうした取り組みは松田社が属する。 価格帯の商品では異例である。2016年7月14日には、車両運動制御技術、スカイアクティブ、ビヒクルダイナミクスを発表し、その第1弾、G、ベクタリングコントロールを大幅改良したアクセラに搭載した。2016年度から2018年度に、第2世代のスカイアクティブテクノロジーを登場させ、2019年度からは、本格導入するとしている。 なお、いずれも、スカイアクティブは誤り。スカイ、G スカイアクティブ、CN、松田は2020年においても、内燃機関が主要なパワートレインとしての割合を占めると予測しており、ベース技術の性能を高めておけば電気デバイスの負荷が相対的に小さくて済むとしている。この戦略におけるベース技術が、スカイアクティブテクノロジーにあたる。ビルディングブロック戦略における、 電動化技術には以下の3つが含まれる。スカイアクティブ D に E 点にスカイアクティブ X エンジンの全面刷新にあたり、パワートレーン開発の責任者、ひとみみつおは、内燃機関の改善における因子を圧縮比、空燃比、燃焼期間、燃焼タイミング、ポンピング損失、機械抵抗の6つに集約した。松田は3段階でこれらすべての因子を理想状態に、 近づけることにより、内燃期間としての究極を目指すとしている。スカイアクティブエンジンはこのロードマップにおける第一段階に位置づけられており、残る段階では、リーンバーンの採用及びシリンダーブロックの断熱化が示唆されている。蒸気の因子のうち、圧縮比、ポンピング損失、機械抵抗の改善に、開発の重点が置かれた。蒸気の因子のうち、燃焼タイミング、 機械抵抗の改善に開発の重点が置かれた。スカイアクティブ G とスカイアクティブ D の技術を融合した次世代ガソリンエンジン。燃焼方式に世界初の火花点火制御圧縮着火を採用している。スカイアクティブドライブ6速オートマチックトランスミッション。トルク容量270ナノメートルのミッドと460ナノメートルのラージの2種類が存在する。 従来のステップ AT は滑らかな発進や変速といった利点を持っているが、その際にトルクコンバータの滑りによる伝達ロスやダイレクト感が損なわれるといった欠点が存在した。この対策としてトルコンを介さずエンジンとトランスミッションを直結するロックアップが用いられてきたが、ロックアップの対応は NVH の増大やロックアップクラッチの耐久性を損なうといった。 問題があったため、ロックアップ領域の拡大は進んでいなかった。松田はトルコンを作動させるのは発進時のみとすることで流体継ぎ手を小形化し、開いたスペースに湿式多番式ロックアップクラッチと大容量化したダンパースプリングを収めることでレイアウトを成立させ、耐久性や制御性を損なうことなく、ロックアップ領域を JC08 モードで 従来の49%から82%へ大幅に拡大させた。ロックアップによる NVH の増大は、トランスミッションだけでなく、排気系や車体、エンジンマウントといった幅広い領域での対策を施すことで低減した。さらに、従来では、AT ユニットの外部に置かれたエキュと、油圧制御装置を一体化した、機電一体制御モジュールを採用した上で、 それのイドバルブに個体差による制御のばらつきを補正するトリミングを実施することで作動油圧の精度を高め変速時の応答性を向上させている。こうした結果、スカイアクティブドライブは従来比で4から7%の燃費向上とデュアルクラッチトランスミッションを上回る変速速度を実現したとしている。スカイアクティブ MT6 速マニュアルトランスミッション当初 トルク容量270ナノメートルのミッドと460ナノメートルのラージの2種類が公表された。2014年には4代目でミオと同時にトルク容量220ナノメートルのスモールタイプが登場した。スモールタイプにおいては6足を基本設計としつつ5足仕様を派生させることのできる構造になっており、実際に5足仕様も登場した。この3機種はすべて横置き。 FWDO として設計されているが、2014年、2015年発売予定として、ロードスターの4代目モデルが公開されると同時に、縦置き FR 用のスカイアクティブ MT も公表された。意のままに操れる変速操作性と小型軽量化、NVH 性能の向上を開発の目標とした。シフト操作のショートストローク化と操作力の軽減という、 相反する目標を両立させるため、ギアトレイングのイナーシャの低減、内部レバー比の拡大、小さな内部ストロークでもシンクロナイザーが正確に、機能する小型化された、スプラインモジュールの採用、これらの改良により、シフトストロークを 50mm から 45mm、操作力を約 50n から約 40n に低減した。また、 ラージは1足用ギアとリバースギアを兼用とすることで、リバースアイドル専用軸を廃止したほか、2足よび3足、インプットギアを共用とすることで、セカンダリー軸長を従来比で約20%短縮させている。ロードスター用の縦置き 6MT では、従来の5足直結、6足オーバードライブを見直し、直結ギアを6足とすることによるシフトリンケージの簡略化。 プライマリーギアとセカンダリーギアの歯車比を逆転させることにより、ギアオイルに浸かるセカンダリー側の回転数を下げ、各半抵抗を軽減するなどの技術が取り入れられている。こうした結果、スカイアクティブ MT は従来比で1%の燃費向上と約20%の軽量化を実現したとしている。プラットフォームの刷新にあたり、ボディ設計の基本コンセプトをストレート化。 連続化、マルチロードパスとした。従来、前輪駆動車では、ドライブシャフトの稼働軌跡を避けるために、フロントサイドメンバーを髪型に湾曲させていたが、スカイアクティブテクノロジーの開発にあたり、フロントサイドメンバーから、フロアメンバー、リアサイドメンバーの接合部も平面紙で、歯の字型にストレートに配置することで、屈曲部を極力排している。 サスペンションの取り付け位置をアッパーボディとアンダーボディとダイレクトに結合させるデュアルブレースと呼ぶ構造にしたほか部材をリング状に連続化させる環状構造を用いて B ピラーリーインフォースメントにはホットスタンプ材を採用し高張力鋼板の使用比率を従来の40%から60%に増加させている衝突時においては荷重を 複数の方向に分散させ吸収するマルチロードパス構造とし衝突安全性能を向上させた。こうした結果、スカイアクティブボディは従来比で30%の合成向上と8%の軽量化を実現したとしている。スカイアクティブ、シャーシーサスペンション形式はフロントに、ストラット、リアはコンパクトカープラットフォームではトーションビーム式サスペンション、それ以外では マルチリンクを採用している。フロントサスペンションのキャスター角及びトレール量を拡大して高速域での直進性を高めた上で、電動パワーステアリングのギアレシオを従来より高速化させよう、ゲインのピークを停車速域に設定し、ソーダの警戒感と安心感を両立させている。リアのマルチリンクサスペンションは、 トレーディングアームの取り付け位置を2台目アテンザ比で 45mm 情報に設定し、後輪の陽動軌跡を後継化したことで前後、方向の入力の低減と制動時のリフトの抑制を図ると同時に、ショックアブソーバーの減衰力とトップマウントラバーの合成の低減により快適性を向上させた。また、クロスメンバーの平断メンブをフランジレス化するなどして、 剛性を向上させながら従来比で14%の軽量化を実現したとしている。トーションビームサスペンションにおいてもトーションビームブッシュの取り付け位置を前モデルより 35mm 上方に移動し性能の向上を実現したとしている。エンジン、トランスミッション、ボディ、シャシーの各ユニットを統合的に制御し連携させることで走行技術を全体最適化する技術の総称。 初搭載については、対応している場合は丸をつけている。エンジン下の数字は、排気量。ありがとうございます。